本日は効果的な仕事の教え方3回目をお送りします。新入社員に言ってはいけない言葉です。早く仕事をできるようになってもらうためには、新入社員の早くできるようになりたいという気持ちが大事です。そのために新入社員のやる気を削ぐような言葉がけをしてはいけません。今回はつい言いがちだけれど確実に新入社員の心を折る言葉を7つご紹介します。年代や時代を気合いする言葉、今の人はこれだから、俺の若い頃は、あなたの時代と今の時代は違います、どちらがいいとか悪いとかありません。自分の年次が上だからといって絶対自分が正しいというのは危険です。次に、その人自体を否定する言葉、そういうところあるよね、何々な性格だよね、学校で何してきたのなどですね。業務の注意や叱責は問題ありません。ただそこに別の関係ないことを持ち出してはいけません。特に入社以前のことや性格、家庭のことを口に出す権利はあなたにはありません。注意しましょう。次は、報告や相談をしたくなくなる言葉です。報告したら頭ごなしに叱るだけ、前教えたじゃん、そのくらい自分で考えてよ、報告相談をちゃんとしろという割にしづらい環境を作る人がいます。そうすると新入社員に報告や相談をするメリットがなくなってしまいます。報告や相談がないという問題はする側とされる側両方の問題です。新入社員の義務だろうと丸投げをするのはやめてください。続いて、考える力を奪う言葉です。とにかくやればいいんだよ、そういう決まりだから、これを言うと新入社員の主体性ややる気がなくなります。これを言って片付けてしまうのは簡単ですが、代償はとても大きいです。続いて、会社の悪口ですね。この会社ブラックだよ、みんな辞めていくんだよ、どうせうちみたいな会社は、というようなところですね。あなたが会社をどう思っていようと自由ですが、それを希望にあふれた新入社員に押し付けてはいけません。失望し意欲が削がれたり、早期退職につながる可能性もあります。次です。見下すような言葉です。ここ学校じゃないからさ、遊びじゃないから、こんなこともできないの、これを言う人をよく見ます。学校や遊びのつもりで仕事をしている人はいません。あなたの常識は新入社員の非常識です。頑張って仕事を覚えようとしている新入社員にはとても傷つく言葉です。最後に、根性論ですね。頑張っているように見えない、もっと必死にやるんだよ、気合が足りない、自分の目に見えるものが全てと思わないことです。頑張っているように見えなくても努力している人は山ほどいます。また汗をかいて必死でいるだけでは社会では全く評価の対象になりません。やたらと姿勢や気合を重視している人はこの機に考え方を変えてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。ご意見ご要望ございましたらぜひコメントをください。よろしくお願いします。